い、2段目。はい、ということで2段目はですね、うん、こんな感じでスキンケアになっております。すごいね、増えたね。本当スキンケア好きですけど、楽しくてなんかむ後ろにニベア感が見えるんですけど見てください、この大きいニベア感ポッとなんか出てる感じ、可愛くない？超可愛い。これも可愛いんですね。これも何入ってんですか？これはですね、はい、皆さん見たら驚くと思いますけど、うん、この中にはですね、うん、このニベア感の中にはですね、はい、ニベアが入っております。マジか、マジか、ニベアがこんな感じでね、このニベア、うん、ねえ、すごくないこのニベアの数どんだけ好きなの？なんかね、目が合っちゃうと欲しくなるんですよ、ニベアって。だからまあ、ニベア缶に入ってたニベアとか、あと今回ね、あの紙袋に入ったニベア袋、ハッピーセットみたいな、何買ったじゃん、お正月に。はい、お正月に買って。そのやつも入ってるよね。はい、でね、あとですね、うん、ニベア缶じゃなくてもこっちにもね、うん、どれ、あ、ニベアのリップ2個とか、このね、ニベアのやつ、これね、うん、1階の、あの、あ、洗面所にももう1個あって、確かにまだあの洗面所の方とかまだいっぱいあるんですけど、うん、これね、ニベア大好きなんです。あとこれ学校に1本持ってってて、うんうん、じゃあまだ学校にもあるんだぞ。すごい量だよね。ニベアが可愛くて。本当好きだよね、ニベアね。やばいの。大好き。大丈夫ですか？ニベアってさ、うん、肌に悪いって噂もあんじゃん。そうなんだ。なんかニキビに悪いとか、前にも言われたけど。塗りすぎもね。よくないですよね。油切っちゃうよね。でも好きなんですよ。はい、じゃあこの辺。でね、まずね、ここは化粧水、あ、無印の化粧水の、あの鈍感肌のね、うん、超あの保湿タイプと、うん、のしっとりタイプです、うん、で、次にね、これはね、昔なんだっけ、東京のあの、あ、新大久保、そこ、新大久保で買ったやつです、うん、ね、でもこれもう出なくて、正直もう使っちゃった見た目重視で置いとく。あ、なるほどね、使っちゃって、実はないんですよ、これ映えで、映えで置いとくでね、これはもうニベアですよ、うん、ニベアの、うん、これね、これと、あとこのリップ、はい、でね、これがですね、あ、今使ってる、ね、ハニーのやつ、そうこれ、この、あの2種類、このヘアオイルたち、はい、これは好きです。はい、好きです。昔、これと同じ種類のシャンプー使って、うんうん、で、オイルも一緒に買ったんです、うん、超良くて、うん、でね、次にね、うん、同じ会社なんですけど、うん、こっちのね、ハチミツの今シャンプーとリンスを使って、そうだね、シャンプーとリンスも使ってるよね。でね、オイルも一緒に買いました、うん、これマジで甘くていい匂い、甘い匂い大好きだよね、ほんと。そうなんですよね。でね、はい、ここがね、あの、うん、化粧水なんだけど、これはハトムギの化粧水が2個と、はいはい、これは美容院で買ったヘアオイルなんだけど、もうマジで少なくて、最近これなんかなくなっちゃうのが不安で、うん、最近全然使えてないんですけど、はい、でね、これね、本当はまだちょっとこれぐらいまで残ってたはずなんですよ。あ、こぼれちゃったんでしょ。ちょっとこぼれちゃって残念、超残念と思って、はい、まあね、今度行ったらまたね、うん、買いたいと思います。でね、これがね、なんだっけ、ゆず湯だっけ、ゆず湯です。あ、なんか買ったね。そう、これヘアオイル、ほんとヘアオイルが大好きで、ね、このヘアオイル、マジでまとまるんですよ、うん、マジで匂いもすごいいい匂いです、うん、本当にね、すごいいいです、はい。でね、これなんか、あのランキングとかあんじゃん、コスメって、うんうん、1位に選ばれてるから。そうなの？19年だっけな、のヘアオイルの1位に選ばれてる。へー、というの、ゆず、ゆず湯で、ゆず湯っていうオイルね、こういう感じの湯が変わった感じなの。あー、ちょっとピントが、ちょっとね、これ初めカメラね、新しくてね、新しいとかパパが使ってたカメラ、ママが今使ってるのピントが、あ、こんな感じかな。ママまだ使い慣れてないんだよね。初めてママが今日使ってるね。パパにさ、このカメラいいよ使ってみ、重くて、まあいいや、そんな口は良くてで、はい、続いてはね、ワセリンと、うん、はい、ワセリン2個と、で、この甘い匂いがマジで好きなの。あ、これね、あ、こっちが甘いやつ、通常がこっちなんだけど、うん、この黄色いやつがいい匂いだね。マジで甘い匂いで好きです、うんうん。で、このワセリンがこう置いてあるんですけど、うん、この下にはね、うん、この
コムギのムーツジェルがあります。ちっちゃいやつね。でこの大きいやつは洗面所です、うん。そうだね。出たらすぐに塗るタイプ私は、うんうん。塗る人ですね。であとねこの髪セットの時のああこれねちょっと汚いんだけどワックスのやつ。でも私髪全然結ばなくて全く使わないんですよ。ね、最近全然だね。結ぶ人はなんかこうアホ毛とか出てきたらやったりするよね。私全く結ばないんで。そうだね。学校にも結ばないしね。そうなんですよね。はい、じゃあ今度こっち側かなですね。こっち側まずこれはハンドクリームがいっぱい入ってます。リビア以外のここ、ね、こんな感じでね、うん、ハンドクリームが。あーなるほど。友達からもらったハンドクリームとかも入ってますね、うんうん、はい。でこのねポーチ、あごめんなさい、うんうん、このポーチ超かわいいでしょ。かわいい。これねウームさんのね、あの誕生日プレゼントで、うん、ウームさんからもらいました。ね、前のバディさんの方だね、うん、だから、はい、一昨年かな。一昨年かね。かわいいよね。かわいいよね、うん、カービィ好きだったの。でこれはですね薬品が入ってます。薬品なんかあのニキビの薬品とか。あーもうないね。ニキビのこの水虫のやつとか。あー水虫、あのこの足塗ると匂わなくなる、うん、薬品とか買ったね。これだいぶ前に買ったよね。あと赤切れとかの直すやつ。あーはい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 。こういう、ね、手がすごいんだよね、しょうちゃんね。手と足が、足は霜焼けだし、手は赤切れだし、うん、行くて、もう最悪だし、冬は本当大嫌い。本当ね、やばいよね。なので、うん、逆になんかこういうのをこう置いとくのもちょっとあれじゃないですか、うん、ポーチに入れてます。はい。待ってさ、こんなさ、ミスムシとか書いてあるやつをさ、うん、かなんか置いとくのもちょっとあれだなと思って、ね、もうニキビの薬、買わなきゃいけないじゃん。そう、ないんです、もう、なくて。あのね、ここにあの3つぐらいあるんです今。あ、ほんとだ。いつの間に。やばいじゃん。ないんですもん。買わなきゃ、薬局行かなきゃ。薬局行かないとね、今度。はい、はい、次。次、ここはね、テープの、あの、あー、でもテープ全然最近ね、使ってないもんね。テープね、使えません、私。難しいね。いろいろの試したんです、うん。で、これもすごいやりやすいんだけど、うん、なんか、すぐ接着力がないし、うん、使い方によるかもしれないけど、これはただ私引っ張れるって引っ張れるんですけど、うん、先が余るんですね。なるほど。でこれは切れません。切ってもん何これんってなります。はい、残念。でこれは、うん、あの本当これもう 2,3 年前に友達とプレゼント交換、うん、ゆうわちゃんです。ゆうわちゃんとイオンに金曜日に毎週行ってた時の頃に買ったものです、これ。紙石鹸？これも紙石鹸です。おー懐かしいよね。懐かしい。本当に、うん、ゆうわちゃんとイオンで、うん、金曜日に毎週遊んでたんです。本当に仲良しすぎて。でね、これはですね、これこそミニソー。うん、そうだね、ミニソーだ。ミニソーで、あれ違くない？え、違う？これ3、あのそれ何？あの、え、このあの300円ショップだっけ。これあれだ、あのなんだっけ、3コインズ。そう、それ3コインズで、なんか3コインズプラスっていうさ、なんか300円以上のねものも売ってる3コインズってあるじゃん、うん、それだよね。なんかここに水を入れてね、うん、あ、そうだそうだ、美顔器みたいな。なんかこうやるとなんか水がパーって出て、加湿がこうされてみたいな。あー買ったね、500円ぐらいだった気がする。50年でしょ、うんうん、でもこれ全く使ってなくて、うんうん。そうね。なんか使うとは思うんだけど、なんかね、ちょっとね。そうね、まあ、まあまあまあ。まあ、で、これは新大久保で買ったあーこれねビームです。これと一緒に買いました。はい。同じ種類なの。かわいいでしょ。かわいい。見た目。かわいい、見た目かわいい。なんか超汚い。危ない？うん、でも結構使ってるね。結構使ってるよね、うん、もうなんか、これなんかね、塗るとね、うん、なんか塊が残るっていう。おー、そうなんだ。すごい特殊なクリームなんですよ。なるほど。で、奥いきますか。奥はもうまずこの髪のね、オイルですよ、はい、これ好きだよね、これね。この種類好きで、最近は茶色が好きです、うん、茶色。へー。黄色は、うん、独特な匂いで、私はそんな好まないので、うん、必ず残っちゃいます、うん、なるほど。黄色は、だから最近はなんか買わないようにしてるんだけど、うん、前回にね、前回っていうのもあれか、うん、結構前にこのね、3色4色パックっていうのがあって、うん、それに黄色が入っちゃってたんですね。なるほど。だから、まだ丸々1個残ってるわけ。どうしようかなと思って。で、この黄色はね、初めて買ったやつ。なるほどね。残っちゃうんですよ、黄色だけどんどんね。このピンクと茶色はね、もうずっと使ってます、これ。
なるほど。マジでこの2つはいい。この2つは本当におすすめですか、うん、はい。ダメージの紙でしょ、うん、うん。枝毛とかね、うん、マジでいいです。これは、ね、匂いもいいけど、はい、これもこのね、なんていうの、効く紙にもいいっていう。はい、じゃあ次、あとね、ここはパックだちです。パックだね。これ友達からもらったやつです、うん、で、ここ、これはね、この前買いました。あ、地震？え？地震？うん、揺れてないよ。何揺れてんの？え、揺れてる？え？漫画が揺れてないから揺れてない。ちょっとだけ揺れた。え、揺れたの？うん。はい、次。次はですね、こちらのバッグでございます。はい、これ、友達からもらいました、うんうん、ありがとうございます。でね、ここはね、この前薬局に行った時に買ったんですけど、うん、これルルルンのパックと、うん、でこのお米のね、パックです、うんうん、これマジでいい。よかった。ドンキで買ったやつだよね、自分のお金で。で、これね、2個目です。まだ開けてないんだけど。あ、そう、2個目はママと一緒に薬局に行って、ね、一緒に買っちゃったけど、1個目自分のお金で買って試したんだよね。そうなんです、試して、本当に良くて。ママは今度使う？ママは大丈夫。マジでいい、超いい。はい、なんか、ママルルルンダメ？ママね、大人用のルルルンしたけど、ちょっとね、刺激が強すぎてね、顔が痛くなっちゃってダメだった。私も顔痛くて、あ、やっぱり、うん、なんかね、ルルルンは合わなかった。合わないって言ってたよね、うん、そう思って。しーちゃんも？私もなんかね、うん、朝あのつけて、夜つけるじゃん、うん、で朝起きるじゃん、うん、朝起きた時まで痛くて。あ、そうなんだ、じゃあダメだよ。なんかルルルンね、痛いんだよね、刺激が。痛いの、なんかそう、ダメだったまま。朝ね、洗顔してやっとちょっと収まった感じ、うん、そうだよね、やっぱ人によって合う合わないがあるから。なんかシリシリ、そうそう、なんか痛いよね。痛いの、なんか痛い。まあもうすぐ取っちゃったもん、痛くて。マジで、もう10分ぐらいつけてた。マジやめなよ、痛いのに。まあいいや、はい、次。でもこれを乗り越えたら美肌が手に入るって思った。痛いのは無理でしょ。はい、じゃあ次、はい、ここはね、もうね、あの、何、もらい物、うん、です。何これ、これなんか化粧水かな、なんか化粧品をね、みたいな、買った時にね、だからついてくるやつです。なるほど、試供品がいっぱいですね。はい、なんか使えません、これは。この辺はなんか使わない。で、この下もね、パックなんだけど、これ超古いの。うんうん。ああ、これね。なんだっけな、なんかね。これもなんかどっかで買った？ピクニックとかで買ったよね。そうだっけ？じゃあもうだいぶ前か。結構前なんだよね。うん。だからまだ使えるか不安だけど、まだ冷たいんで大丈夫。そういう問題なの？冷たいんで大丈夫です。はい、じゃあ2段目はこんな感じかな。こんな感じですね、2段目は。はい、じゃあ2段目はこんな感じです。2段目が一番お気に入りです、私。そうなの？そうなの。一番使う？一番使うかも。そうだよね。あの、ここの段はもう毎日使うので、うん、もうね、ここの段が大好きです、私。そうだよね、学校行くときはね、この1段目の化粧品たちは使わないもんね。だから1週間に2回ぐらいしか使わないから。そうだよね、土日とかの週末だもんね。そうそう。で、あとここはね、もう、うん、1日に2回は片付くじゃないですか、朝と夜で。そうだね、うん、ここは大好きなコーナーですね。なるほど。特にここのボトルコーナー。はーい、もうオイルたちがいっぱいあるの好き。ねえ、ほんとこういうの大好きだもんね。うん、薬局行くと、私ずっと髪のところにいるよね。ずっと見てるよね。うん、シャンプーとかオイルとかのとこにね。もうほんと大好きです。まあいいや、です。はい、じゃあちょっともうなんでこっちに迫ってくんの、なんでだろうね、わかんない。もう怖いんだけど。リミア、あんまり使ってなかったのにね。しーちゃんが使うと壊れる。
しーちゃんちょっと待って、はい、マジでさ、うん、ちょっと一回かがいよ。あ、じゃあちょっとさ、一回カメラ、ママしかいないから、ママちょっと一回カメラ置いて、うん、直そう直そう。はい、じゃあちょっと皆さんすいません、見てください、ちょっと衝撃的なことだけ撮ってきます。え、これ何撮れたの？なんで取れたんだろうね。まあ治るだろうけどね。ちょっと意味が分かんないな。ちょっと直しまーす。私の頭ではその理解が追いつかないよ。え、何取れたのこれ。理解が全く追いつかないんだけど。でも受けるんだけど、マジで。直してまーす。でもこれ、見てこれ噛みついてんだけど、買ったばっかりみたいな。うん。うんじゃなくて、これ買ったままじゃん。うんってこうやってるし、全部が緩んでるってことね、要は、うん、はい、ちょっと今ね、ハプニングが起きまして、はい、まさかまさかのね、取れちゃった、取れちゃったっていう、ね、でもね、全部緩んでました。はい、まあね、治りました。全部パパさんがね、はい、ちょっと見てくれて、つけました。はい、ということでね、お待たせしました、はい、3番目に行きたいと思います。3番目はね、主に、うん、ネイルと、そうだね、このコロコロとか、うん、あの大きい鏡とか、うん、のメイク落としとか、うん、メイク落としはこれだね、メイク落としとかネイル落としとか、うん、そんな感じのものです。そうだね、これも昔使ってたやつかなですね。まあこの辺はね、もうネイルはもう全然変わってなくて、前回とほぼ一緒。いや、もう一緒、全部一緒、全部一緒だね。こんな感じで、こんな感じで奥のネイルももう本当に一緒です、はい、なので今回で、ここのなんかラメラメちゃんの引き出しも一緒です、なのでね、全く変わっておりません。飛ばしたいと思います。あ、ね、ここやってなかったじゃない、このピン。そうね、2段目のここにピンをつけてます。うん、でここっち側にもなんか、こっちにしようかなと思ったけど、こっちにしちゃうとここかぶっちゃうから、うんうん、あ、そうか、そうしてます。これだけこっちね、はい、はい、はい、ということで以上でございます。はい、3段目だけ超ピタッピタ。3段目だ、ほんとね、ざっくりすぎる、つまんないもう3段目は。あ、あとこれ、え、ダサいとか言ってたやつ、あ、ダサいです。ダサいですって4枚もついてる、4枚。そうなんです、これはあの白コロのね、うん、あの、あ、髪切った時に、ね、トリミング後につけてくれたやつ、トリミング後にね、首につけてくれたやつなんだけど、うん、1個どっか行っちゃって1個だけつけてて、あとのこの3つは H&M で、そうだね、全く使えない、なんか私のねファッションの系統と合わない、なんか、そうね、うまく取り付けられなかったよね。そうなんですよ、だから、うん、せめてなんか可愛くここで来ろうと思ったけど、ダサいね、うん、ダサいとか。まあでもしばらくこのままでしょう。このままですね、うん、はい、はい、ということで今回はね、私のワゴンの中身を紹介してみました。はい、新しくしたのでね、でこの辺超良くないですか、お気に入り、お気に入りです、ここが2段目がね、はい、はい、ということでね、また壊れちゃったのかと思ってびっくりしましたがねえ、まさか撮影してる時にポロッとか言ってさ、キャスター撮れるってありえないからね、怖いんだけど、もうとんだハプニングだよね、この部屋怖いということで、はい、それではバイバーイ。